山本周五郎水戸梅府漢文五年の秋のある日徳川光圀の水戸の館へ貧しげな一人の浪人者が士官を頼むために訪れた衣服も袴も継ぎはぎの当たった木綿物であったがよく洗って折り目がついていた年は三十二三であろうか のあたりに新郎の影が見えるけれど紛れのない眉月が人目を引いた酒焼きもきれいに沿っていた執事の鈴木力が彼に会った九州の名は申し上げかねます彼は作法正しく言った私は元奥州の猿藩に仕えておりました イオキゴロベと申すものでございます。先ごろ主家が御開益となり、私もただいまは老老の身の上でございます。それにつきまして、私はご当家こそ侍の御奉公をつかまつるべきお家と、かねて心にお頼み申しておりましたので、かないまするなら御家中のお末になりとお召しか,かえ願いたいと存じ、 ししけながら押してお願いいにままかり入れた次第でございます午前までよろしくご披露を頼むと言って彼は膝へ手を置いたまま抵当した力は半ば上の空で聞いていた光国が水戸家を継いだのは漢文元年のことであるが若い自分からその優れた風格は世に知れ渡っていたので いよいよ水戸二代の宰相を継いだとなると封を慕って随身を頼む侍たちが引きも切らずその応接のいとまに苦しむありさまであったただそればかりならよいが中には士官を頼むのは口実で本当はいくばくかの合力に預かろうという浪人者もいた近頃ではむしろそういう者の,の方が多いくらいだったので 筋の分からぬ者は大抵詐称の銀を与えて返すことになっていた。また幸い私にはせがれがございます。浪人は少し間を置いていった。当年まだ8歳の幼少ではございますが、性質もよろしく、体もごく壮健でございますから、やがては お役の端にも相立つべきかと存じます。はばかりながら、これも午前までお取り次ぎをお頼み申します。上の空で聞いていた力は、この言葉でちょっと目を見張った。これまで随心を頼みに来た者は、誰でも己の芸能を申し立てはした。戦場における巧妙とか、武芸の才とか。 学問の能力とかそういうことは申し立てたが自分に子供があると自慢をしたものはなかった一体この男は本気かしらん力は少しばかり呆れて見返した浪人はもちろん真面目だった少し不安そうではあるが探査した姿勢は毅然たるものだったしばらく待て と言って力は奥へ上がった。三つくは古障のものと語を囲んでいた。その時38歳の壮年で、まだ後年の円熟さには欠けていたが、そして名祭賞としての世表に誤りはなかったけれど、生まれながらに見とけの金立ちであったから、英敏英米である反面に、わがままで、 烈なところも多かった力の言葉を聞き終わると光圀はじっと碁盤の表を見下ろしたまま「いつもほど銀をやって返すがよい」と言った力はそのまま午前を下がり金包みを作って待たせてある部屋へ戻った浪人は無残なほど落胆した 額のあたりを青くしため息をついてしばらくは物を言う力もない様子だったあいにく役どころに然かるべき空きもなくせっかくながらお望みに添えずまことにお気の毒に思いますどこぞよき縁あって一日も早くご出世をなさるよこれは主人より申しつかったものです さしょうながらお納めください。力はそう言って金包みを差し出した。私がご奉公つかまつりたいのはと、いおきごろべは言った。ご当家水戸様を置いてほかにはございません。ご当家に仕んがかないませんければ、もはやこの世に望みのない体でございます。 ご講子はまことにかたじけのうございますが、この銀須はご辞退をつかまつります。しかし、主人の志でもあり、ご遠慮は無用と思いますが、いや、こればかりは固くお断り申します。その代わりと申していかがと存じますが、お庭討ちを拝借させていただけましょうか。 庭内でどうなさるゴロベという浪人は会釈をして脇玄関へ出て行った「なんだ」と眉をひそめながらチカラが残された金包みを持って奥へ入ろうとした時門番たちのけたたましい叫び声が聞こえてきたチカラの頭にある出来事が直覚された。 彼は声のする方へ飛び出していった。裏門の脇のところで、いおきゴロベと名乗る浪人者が、作法正しく向こう向きにうつぶしていた。力は、がんと頭をつかれたように思い、猛然とそこに立ちすくんだ。何腹を切った。つくには、 いぶかしそうに振り返った。そして力の青く引きつったような顔を見ると、つまんでいたご石をはたと取り落とした。ご当家のほかに奉公すべきお家はないと申しました。ご当家に仕官の義がかないませんければ、もはやこの世に望みはないと申しました。まことに。 そのの一時を思い詰めて参ったものと存ぜられますそれほど突き詰めた覚悟がその方には見えなかったのか誠に面目なきことでございました力は心から恥じて目を伏せたなり形があまりにむさ苦しく 貧に窮しておるものと心得ましたし、子供のことを言い立てる様子が、まさしく合力を乞うもののように考えられましたので、子供のことを言い立てたとは何だ普通なれば、己の芸能を言い立てるべきところで、幸い8歳になる男の子があり、性質もよく、身体も創建なれば、 成長の上はお役の端にもあい立つべくと申しましたきっと光圀の眉がゆがみ瞳が曇った人間が両親のただ中を刺された時の激しい苦悶の表情であるゆがんだ眉は額に深くしわを刻み心の呵責を漂白するように唇が震えた そうか幸い子供があると申したか光圀はむしろ己を責めるような口調で言った自分の才能は言わず子供のあることを言い立てたのはこの俺に子までくれるという気持ちだったのであろうそれほどのもののふに俺は わずかな銭を持って報いた。ひらにひらにことごとく力目のふつつかでござりました。鏡のように磨き上げた床板の上、面肩をつけるかと思うほど力はひれ伏した。人間は浅はかなものだ。さらにくには言った。 それほどの心を見分けることができぬとは、これまでいくらかは世の様も知り、人の心の表裏も見てきたと思ったが、これしきの見分けがつかぬとは、あさましいことだ。囲碁の相手をしていた古生の若侍も、いつか表を深く垂れていた。光圀はしばらく目をつむっていたが、 やがてつと手を挙げて目頭を押さえたその者は生命を何と申したはっ異様き何がしとやら恐れながら半然と記憶がございません子があると申すからはまだ城下に家族がおるであろう 司祭を張り出して訪ねるがよい町奉行へもそう申しつけるのだ力はすぐに下がっていったゴロベの死体は丁重に屋敷の一部へ移された考察場へは時を移さずイオキの家族に名乗って出るよう張り紙を出しまた町奉行では 城下町の隅々まで捜索の手を回したしかしそれと思えるものは名乗っても出ずまたどう探しても見当たらなかった三日目にゴロベイの死体は荼毘にして埋葬され光圀の手元から供養料が寄進された「男子がある」と言ったのだ遺族は必ず付近にいるに違いない 固くそう信じた光圀はそれからも長いこと捜索をやめさせなかったやがて江戸へ出府する時にもそのことを繰り返し申しつけていった伊予木五郎兵衛が自害した日の暮れ方のことだった城下の西南に千葉ヶ原という草林と荒地の開けた原がある その腹の一宮に、周りを竹やぶで囲まれた一棟のあばら屋が立っていたが、そのうちの中で母子二人の者がひっそりとして、遠い暮れむつの鐘を聞いていた。母親は二十六七であろうか、眉つきの凛とした顔立ちで、極めて貧しい身なりにもかかわらず、身構えの どこやらいぶしをかけたような落ち着いた気品がにじみ出ているその前にいる少年は8歳あまりのまだ育ち盛りではあるが日に焼けた健康そうな手足を持っていた眉のあたりの母親によく似ているのが年寄りは大人びて見え引き結んだ口元は意志の強さと気質の激しさを示していた 遠くから響いてくる鐘の音は長く余韻を引いてムツを打ち終わるとかすかに野脇の少々たる彼方へ消えていったその余韻の消え尽くすまで身を固くしてじっと聞いていた母親はやがて静かに「小次郎お支度を直しましょうこちらへおいで」 そう言って立ち上がった。おそらくは野森でも住んでいたものであろう。屋根も口、壁も崩れている家の一まきりしかない落泊たる部屋の片隅で母親はつつましくその子に着替えをさせた。木綿ではあるが、門付きだった。袴をつけ、脇差しをささせた。それが済むと、 形ばかりの仏壇に灯明をあげ、兵士と土器を整え、自分も右衛門を正して、我が子と共に仏前へ座った。小次郎、あなたは今から伊おきの主です。今から水戸中納言様のご家来ですよ。母親は。 感動を抑えた小姉で静かに言ったそして我が子の幼い手に土器を渡し兵士を取ってそれに継いだ水であった恐れ多いことですけれどその杯を中納言様の下されたものと思ってちょうだいなさいそしてあっぱれお役に立つべき侍になるのです わかかりましたか「はい!」と言って少年は母親を見上げ土器の水を頂い,いてすすった野の果てからしきりに秋風が渡っていた草原がそよぎ林が鳴ったこの家を取り巻いて竹村が潮菜のように揺れたったすでに 家の中は暗かったそして崩れた壁の隙間からわずかに残傷が差し込みそれが母親の方に記された涙の筋を映していた「やっぱりついてくる」「どこだ?」「ああ鬼だの後ろから来るあの男か」「きっとまた水戸までついてくるぞ」 日立へ帰る光圀の行列が千住の大橋を渡ると間もなくとも尻にいる者たちがそんなことをささやき合い時々そっと後ろへ振り返った。網傘の前を深く下げた旅装の侍が一人二打の後ろについて歩いてくるのが見えた傘があるので相棒はわからないが骨太の体つきで まだ若そうな男だった。光国が江戸へ行く時にも、国へ帰る時にも、彼は見え隠れに行列の後についてきた。いつごろからのことかわからないが、友の者が気づいてからでもこれで五回目になる。何のためについてくるのか全く分からなかった。とらえて救命しようとしたが、 そのたびに素早く身を隠してしまう。道すがらが長いので何度も試みたけれど、その素早さには手が届かなかった。不思議な男だ。一体何者だろう。そういう噂は次々に伝わって、この前の出布の時には光圀の耳にも達した。光圀にも不審な話だったが、 別に害意がありそうにも思えないのでただ捨ておけと言って済ませてきた今度の帰国は久方ぶりだった去年遠方8年将軍家綱が逝去して綱吉が五代を継ぎ7月には将軍宣言のことなどがあって参勤の糸間が伸びていたのである今度帰るにあたって 三つ国は水戸の館の居回りに梅園を作る計画を立てていたこれは数年前からの考えだったが計画を立てるたびについ大がかりなものになるのでいつも中途でやめていたそれで今度は規模を結構は抜きにしてただ無造作なままに梅の木を集めてみようと考えたのであった 自ら杖を引いて田園を探り野にある梅の繕わぬものを集めるということは思うだけでも54歳の初老の心を楽しませた日を重ねて行列は水戸寮へ入ったそして今日はいよいよ城下へ着くという時とも尻の方で何か騒ぎが起こった光圀は馬を飼っていたが 振り返ってみると行列の後ろがわらわらと崩れたって友の人数が何かを追い詰めている様子だった「何事だ誰ぞ見てまいれ」そう言ってくには馬を進めた友尻ではあの不思議な男を捕らえようとしたのであった若い者たちが相談して相手に気づかれないように 一組が後ろへ回り、よきりを見て、挟み撃ちにしようとしたのである。そこは宿儀で人家もなく、左側に松のある丘が伸び、右側が打ち渡す冬の田だった。その侍は気を許している様子で、二田の後ろ四五十歩のところを歩いていた。後からつけてきた四人の友は、 よしと見て合図の叫びを上げながら追い迫った同時に友尻からも五六人の者が引っ返し前後から必死と挟んだのであるその侍は不意をつかれちょっと狼狽したようだったが挟まれたと見た途端に非常な素早さで左側の丘へ飛び上がった後ろから追い詰めた一人がぶてのように そのせい飛びかかったけれど、つかんだ編み傘が手に残っただけだった。とても人間技とは思えない敏昇さである。丘の上へ飛び上がった男は、そこでちょっと振り返った。朝黒い顔で、凛とした眉つきをしていた。涼しい大きな目だった。彼は何か言いたげだった。しかし、 友の者が続いて丘へ駆け上ろうとするのを見るとそのまま松林の中へ走り去った彼は丘を左へ越えると二十歳や森陰を伝って足早に歩き出し日のとぼとぼ暮れに千葉ヶ原へとやって来た十六年の春秋が流れ去って千葉ヶ原の様子は随分変わった 見渡す限り荒れ地だったのがところどころ開墾され切り払われた草林のあちらこちらに農家のかしぎの煙が立ち上っている彼は急ぎ足に腹へ入りかつて竹やぶに囲まれていたあのあばら屋の方へと近寄っていったそこもすっかり変わっていた建物は同じものだけれどよく手入れをしたと見えて 見違えるほどがっしりしているし名や物置馬やなどができている家の周りも取り広げられ瀬戸には梅柿栗などの果樹が育っていたそしてこの構えを取り囲んで水田と畑とが見事に打ち開けて見えた光圀の行列についていた若者はやがて この家の角に現れたあの時8歳だった小次郎が今はこのように成長した名も父のを継いで「いおきごろべという「母上ただいま戻りました」そう言いながら彼が土間へ入ろうとすると中から出てきた一人の若い娘が大きく目を見張りながら あっ、と叫んだ「ああおおかじ殿か」北隣に住んでいる農夫熊七の娘だったさして美しくはないがすんなりと伸びたやわらかそうな体つきで十八とは思えぬほどうぶうぶしい顔立ちであるゴロべに呼びかけられるとおかじはさっと頬のあたりを青くした その怯えたような表情を見て彼は何か返事のあったことを直覚した「どうしたのだお菓子殿何かあったのか?」「ばさ様が娘は震えながら言ったおばさ様が川田のお代官所へお引かれなす」って代官所へ母が ゴロベイはぎょっとした。しかし、すぐに自分を抑えた。母も彼も正しく生きてきた。帰り見てやましいところは少しもない。それが彼を落ち着かせた。詮索をしてきます。それから詳しい話を伺いましょう。上がって待っていてください。ゴロベイは裏へ行って足を洗い。 身を清めてから家へ入った着替えを済ますと仏壇に灯明をあげたおかじはあんに火を入れて待っていたさあ聞きましょう話してくださいゴロベイの落ち着いた様子を見て娘も気が静まったらしくたどたどしくはあるが静かに語り出した 小次郎親子は、十六年前、ここに居着くことに決まると、亡きゴロベイが、武士の足しなみとして蓄えておいた銀須で、千場ヶ原の一部を開墾し始めた。そこは、土地の豪農、車屋六蔵というものの所有だったが、荒れるに任せた土地なので、七年は作り取りに決まった。母子は、 近くの農夫を3人ほど雇い自分たちも土にまみれて働いた初めはみんな笑っていた千葉ヶ原は不毛の地と決まっていたのでそこから作物が取れようとは誰も信じなかった雇われている農夫たちも賃金が目当てであったしかし母子は愚鈍のような熱心さで土にかじりついた 字に書けば簡単であるが、そういう仕事がどれほどの困難と苦労を伴うものか、おそらく経験のないものにはわからないであろう。母子は心で戦った。肉体と同時に、いや、肉体よりも多く、その心で戦った。4年目に、一丁部の田と五反の畑から収穫があった。 それが付近の農夫たちを驚かした千葉ヶ原は不毛ではなかったのであるそれでまずおかじの父熊七が移ってきた一年ごとに桑を入れるものが増えたそして今では千葉ヶ原に七軒の農家ができほとんど大半が高地になっていたいおき親子は 七年作り取りで、その後の年貢も極めて安い決めで借りた。無論、不毛の地として誰も手を出さないところだったから、車屋にしては問題にしていなかったのだ。それが次第に開墾され、作物の出来も悪くないようになったので、これはと思いついたのであろう。二三年前から年貢をあげたいと言い始めた。 農夫たちはしかし厳しくそれを拒んだ。五郎兵衛様親子のおかげで、この仙波ヶ原は生きたので、そうでなければまだ荒れ地のまま捨てられてあったに違いない。だから年貢は初めに決められた通りが当然で、今になってあげる理由はないはずだ。彼らはそう言った。その時はそれで済んだ。 しかし六蔵は諦めなかった今度五郎兵衛が江戸へ行っている留守にまた農夫たちを呼びつけて年貢増しを言い渡したその時車屋のご老人がとおかじは話を続けたあまり無礼なことを申しましたのでおば様はそうお怒りになり五郎兵衛は チューナゴン様のご家来で立派な武士ですそのようなさもしい心は持っておりませぬとそれはきついお声でおっしゃいましたあの母が高い声では笑ったこともない母にそのような激しいところもあったのかと五郎兵衛はかなり意外に思ったその時は話も決まらず そのまま帰ってきたのですがそれから三日目ちょうどおとといでございます川田の大官所からお役人が見えまして尋ねたいことがあるからとおば様をお連れ申してしまいましたどういう司祭か申しましたかいいえ千葉ヶ原の者のが 一緒に何度もお下げ渡しを願いに出たのですけれど、司祭も聞かせず、返してもくださいません。今日もみんなで大観賞へ参っておりますの。もうとうに帰る時刻でございますが。そうか、それであらまし分かった。おそらくは、車や六蔵があらぬことを訴訟したのであろう。それなら 母を取り戻すのと一緒に年貢のこともはっきり決まりをつけなければならぬ。ゴロベイはそう思った。大官所へ行った六人の者はすっかり暮れてから帰ってきた。彼らは大官所でなかなか要領を得ないので帰りに車屋へ寄ってきたのだと言った。 五郎兵衛はみんなをロバタへ招いて話を聞いた。大官所ではどういう挨拶なのですそれがどうもはっきりいたしませんのでいくら嘆願しましてもただお取り調べの筋があると仰せられるばかりでしてそれで車屋へ寄ってみたのでございますがあちらではまた妙なことを申しておりました。 熊七がそう言って同意を求めるようにみんなの顔を見回した「妙なこととは何ですこなた様と早く関わりを切ってしまえと申すのです。こなた様に関わっていると今に大変なおとがめを受けると申すのです」ほうそれでその訳も言いましたか わけは申ししませんでした。聞きましても笑うばかりでただ早く縁を切れとだけ繰り返しておりました。五郎兵衛は考えさせられた。車屋の口ぶりで母の最悪は彼の訴訟によるのだということは確かになった。しかしどうやら思ったほど単純ではないようだ。 所で理由を説明しないのも何か普通でない事情があるからではないかそれにつきまして帰る途中みんなで相談をいたしたのですがここは車屋の言う通り年貢ましを承知することにしてはどうかそうすれば面倒が早く片付くのではないかそう話し合って参ったのでございます。 まあお待ちなさい五郎兵衛は遮っていった皆さんのご心配は片付けないが年貢の定めは子孫の代までのことだからこの場を切り抜けさえすればよいというような考え方はいけないそこをよく相談するとしようそりゃあすっかりお任せ申しますこの千葉ヶ原はこなた様のお力で電池になったのですから どのようにもお指図どおりにいたしたいと存じます。熊七の言葉につれてみんな同意を表した。六人はそのあくる日また五郎兵衛の家へ集まった。車屋の求めるマシネングは不当にすぎるのでこちらで負担に耐える限度を決めもしそれで承知しなかったらその事情を述べて こちらからか大へ訴え出よう。その方が公明でよいとゴロベイは心を決めていたそれで6人それぞれの条件を持ち寄らせたのであるその相談は3日ほどかかったそして出来上がったものを持ってゴロベイが車屋を訪れたけれど六蔵は会おうとはしなかった土地はこちらのもの 作物はそちらのものだ。こちらの求める年貢が納められないのなら、土地を返してもらうだけの話で、この上掛け合いをする必要はない。そういう無道な返事を、召使いの者を通して言うだけだった。それでは仕方がないから、こちらは大官所へ訴えて、聖者の裁きを願う。そう押し返して言ったが、 六蔵はどうなり自由にしろと平気だったそれで五郎兵衛はその足で川田へ向かった大官所へついて願いの周囲を述べると下役の者が取り継いだ上奥へ案内した訴訟を聞くのに奥へ通すのはちょっと意外なのでどうしたわけかと思っているとやがて大官伊野仁四郎が 書き役をれれて現れたゴロベイはまず丁重に母の安否を尋ねた「さようきやすという夫人はお調べの筋があってとどめてあるそのもとはじ女とはいかなるゆかりのものかすは私の母でございます」そう答えるゴロベイの言葉が終わらぬうち 部屋の前後から十四五人の役人たちが現れ彼の周りを取り囲んだ何をなさるゴロベイは片膝を立てた大官は声を上げて叫んだその方にはご不信の筋がある神妙にしろ少し陽気違いに暖かい日だった光圀は 住者を二人連れて千葉沼の西岸を歩いていたまるで損風自然とした身なりの忍び姿であった野に梅を探すため初めて城を出たのである昼前に二本ほど見つけていた一つはまだ若木だったが一つは見事な老木でうまく城中へ引くことさえできたらそれだけでも 来年の春は楽しめると思えるものだった昼は川田の大館所で甲虫を開くつもりだった見つけた2本の梅を頼む用事もあったからもちろん前触れなしのことで突然訪れた光圀を見ると役人たちは気の毒なほど狼狽しむしろ途方に暮れた感じだった弁当を使い終わると 光圀は伊野陣志郎に梅のことを申しつけた上民地の近況を訪ねた陣志郎は記録を取り寄せて詳しく近年の知跡を申し述べたそしてさらに今現に審問を始めたばかりの事件のあることを告げたもともとは強欲な地主の訴え出ましたものにて 珍しからぬ訴訟ではございますが、ただ不審なことには、その農夫どもの中に、ご飯しなりと申す者がおります。そのため、捨て置きがたく、ただいま、厳しく取りただしております。その地主の訴えとは、どのようなものか。そう聞かれて、陣志郎は。 千葉ヶ原の紛争のいきさつをかいつまんで説明した「なるほど六蔵と申す者は無道だな」三國は深いそうに眉をひそめた「さような無道者はきっと申しつけねばなるまい」それにしてもその「身と家臣」と称する者は何のためにそのようなことを申していたのか ただいまなおお取り調べ中でございますが「世も聞こう」「調べてみい」「四郎はかしこまってすぐにその用意をした」「引き出されたのは言うまでもなく五郎兵衛であったが縄はつけられていなかった」「左右を下役人が戒めて縁下のむしろに座った彼は凛とした眉を上げ」 少しも紛れのない態度で代官を見上げていった。陣志郎が調べに当たった。姓は良キ、名を五郎兵衛と申します。尋問に従って彼は歯切れよくはっきりと答えた。正国は奥州でございますが、ご当地へは十六年前に参り、以来ずっと 千葉ヶ原にて農作をつかまつっております。家族は何人あるか母がございます。父親は何としたゴロベはちょっと答えられなかった。悲しげに目を伏せ、唇が震えるように見えた。しかし、すぐに気を取り直した様子で。 十六年以前に季をつかまつりました寺はいずれかどこへ埋葬したかと申すのだこの問いにはついに答えられなかった陣志郎は押して聞かず次に移って水戸藩士と称した事実の調べにかかった この新聞を屏風の陰で聞いていた光には少し前からしきりに何か思案していた心の奥深くに得体の知れない一種の感情が動き出したそれがはっきりと意識に上らない妙に不安な感じなのだこの落ち着かぬ気持ちは何だろう自分の心を自分で振り返っていると さっきから脇に控えていた従者の一人がすっとすり寄ってささやくように言った申し上げます私あの若者には見覚えがございますどういうものだご三勤のお供の後ろへいつもついてまいる素性の知れの男がございましたこのたびお国入りのおり 私ども愛かり、前後から追い詰めて捕らえようと存じましたが、かの者はやはり素早く逃げ去りました。しかしその時、網傘が脱げ、初めて免停を表しましたので、私、とくと人相を見覚えております。確かに、かの男に相違ございません。その時のことは、 三つ国もまだ忘れてはいなかったそれで改めてゴロベ衛の顔を見直した心の底に隠れている記憶が意識の表へ現れる機縁は無数であるさっきから光圀を落ち着かせなかったものが今改めてゴロベ衛を見直した時思いがけの鮮やかさで十六年前のある日の記憶を 蘇らせたそうだ光圀は思い当たるとこらえられなくなり陣志郎を招いて自分が尋問しようと言った「お上おじきでございますか」陣志郎は非常に当惑したが光圀は構わず出て行って席に着いた縁下にいた五郎兵衛は それが垂れ人であるか分かったと見え、秀でた額のあたりをさっと青くした。先ほどからの始終は陰で聞いていた。光圀はズバズバと言った。答えのうちに、水戸家臣なりと申した理由がはっきりせぬ。うろんな答弁は相ならんぞ。 世は三つ国だ。司祭紛れなく申してみよ。恐れながら、五郎兵衛は平服して答えた。恐れながら、おそばまで権上つかまつります。私は、十六年この方、ご当地に住み着き、ご両分にたつきを立てております。 たとえ、ご家身長には登らずとも、ご領内におれば、お上と申し上げるはお一方。己の覚悟として、ご藩しなりと心得ておった次第でございます。愚かなことを申すな。領内におればとて、仕官もせずに、藩士という方があるか。それは、 それは五郎兵衛と申したな光圀はきっとねめつけながらさように紛らわしい答弁をいたすとその方だけには限らぬ当初にとどめある母をも共にきっと申しつけるがよいか恐れながらーせ 誠の司祭を五郎兵衛は静かに表をあげた。りの方が濡れていた。彼はじっと三つくを振りあおいでいたが、やがて抜き差しならずと悟ったのであろう。申し上げますとうめくように言った。 母の命には変えられません何もかも権上つかまつります私の父は奥州の猿る藩士でございました主家御開駅にて浪人となりすぐ御当地へ参りましたがそれは水戸親方様こそ四死孫孫まで御奉公をつかまつるべき御方と。 固く固くお頼み申したゆえでございました。果たしてそうだった。あの時できる限りの力を尽くして探したがついに見つけ出すことのできなかったあの浪人の遺族だった。光圀はそう思って我知らず膝を進めた。ご当地には。 ゆかり人もなく、ゴロベ衛は続けた。せん方なく、父は案内なしに親方へ思考をつかまつりました。十六年前の秋のことでございます。家を出ます時に母と私を呼んで、父はかように申しました。自分は これから親方へ志向する。めでたく士官が叶えばよし。叶わぬ時には、お庭のうちを拝借して自害する覚悟だ。くれむつの鐘が鳴っても帰宅しなかったら、お庭の土になったと思うがよい。しかし、その時はくれむつを合図に、その方が父に代わって、 水戸様御家臣になるのだ親方の土には父の血が染み込んでおるこの土が伊興家の代々御奉公つかまつるべきところだ忘れるなこの君を置いてほかに御主君はないぞ言葉の末はおえつにかすれた 人志郎は手で表を覆った役人たちも皆深く神戸を垂れた父は立ち戻りませんでしたゴロベイは涙を抑えて続けた母は私に着替えをさせ仏壇の前にて兵士河原家を取り揃え お様よりのきと思えと申しまして恐れながら主従片目の影のきをつかまつりました下船の身をもってご家臣なりと申しました思才はかようでございますまことに恐れ入りてまつりまする光圀は胸いっぱいの感動に打たれていた 人間の心がこれほど一筋に突き詰められるものだろうか。この君こそと思いきわめ、まず己の命を投げうって子孫の生きる道を示す。戦場なら格別だが、太平の世にこれだけの覚悟をつけるのはたやすいことではない。返す返すも惜しいものを殺した。 まざまざと十六年前の後悔を思い浮かべながら光圀は静かにうなずいたそれでよく司祭が分かった数年前より参勤の上り下りに友をして参ったのもその方であろうな恐れ入り立てまつります 彼は表を伏せた。その方の父を死なせたのは世の不明であった。許せ。許せと言いながら、初めて光国の目から涙があふれ落ちた。ゴロベは平服し、これも背に波を打たせて、必死に。 おつをこらえていた城へ帰る道光国の心にはかつて覚えたことのない明るく力強い感動が巨来した今日見出した野の梅は二本だったがほかに類いまれな名木を尋ね当てたのであるもし時を違えたら 五郎兵衛の存在は分からずにしまったかもしれないあの老木の導きだったかもしれぬ千羽沼の岸の草林の中に新鮮のように年降りていた梅の老木の姿が魂あるもののごとく思い返された昼過ぎから霞のかかった空に高く鳴き渡る 狩の声が聞こえた。